はい、どうもこんにちは、ガノです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今回もですね、姉妹校マッチの方、続きをね、やっていこうかなというふうに思います。はい、今回対戦する方は、真ん中、シプマウさん、こちらの方とね、対戦していこうかなというふうに思います。まあ、全国タグは、まあ、いつも通りの、プラス15で、持っていきたいなという感じですね。これと、あとこれですね、守備プラス2、補給率プラス2、で、プラス2、プラス2、プラス1と、はい、こんな感じで、いつも通りですね。で、ランダムなし発動すると。では、相手の、方のオーダーの方を見ていきましょう。はい、1番キャッチャー、千代ちゃん、2番センター、今田安寿ちゃんですね。3番ショート、相良さん、4番ファースト、本庄さん、5番ライト、アメリアちゃん、6番サード、嫁様、7番レフト、塚原ちゃん、8番、ピッチャー、野崎ちゃん、9番セカンド、キリちゃん、というような感じになってますね。はい、まあね、こちらもね、割と、その、今使ってるキャラ、まあ、アメリアちゃんとか嫁様はね、まあ、今も使ってはいるんですが、まあ、他のキャラでね、まあ、前まではなんか使ってたっていうキャラがね、まあ、ちょこちょこいますね、今日の方も。以前もそんな方いたような気がするんですけど、うん。あと、相良さんも使ってるか、うん。で、本庄さんもね、まあ、ファーストの本庄さんですね、これ。まあ、今でもね、全然使えるんですが、まあ、ちょっとね、ファーストはうちは、7玉使ってるので、まあ、本庄さんはちょっとベンチバフ要員として、入れてるって感じなんでね、うん。で、まあ、ちゃんと属性を、1,2,3,4,5,6,7,8,9 ってね、まあ、それぞれ3色ずつ揃えているような感じですね。うん。で、まあ、僕もね、それやりたいんですけどね、うん。やるとね、戦力を落ちちゃうんですよ、逆に。うん。うん。で、キリちゃんとかも懐かしいね。うん、よく使ってはいたけど、うん、まあ、ちょっとね、今の全国大会、まあ、もう終わっちゃいましたけど、全国大会だとね、まあ、結構、CH 使っても全然意味なく打たれてしまうので、まあちょっと外し、泣く泣く外したんですが、うん。はい、まあそんな感じで、まあちゃんと3色ずつ、揃えてるような感じの、まあ綺麗なオーダーとやるような感じですね。うん。はい、ではね、まあ試合設定、まあまあ演出とかは、まあいつも通りって感じですね。うん。はい、ではやっていきましょう。さあ、一番最初シクルとね、ストップし忘れるとね、流れちゃうんで試合が。そこを忘れずに、はい、よし、オッケー、オッケー、ストップ。これで、ちゃんと試合は止まります。これ忘れるとね、話に夢中になってるとね、流れちゃうんで、それで、なんか勝手に点取られてますよ、みたいな、感じになっちゃうんでね。まあ、初回の方はね、まあ、何もできないんですが、ほぼほぼ。うん。まあ、しかも、まして、翼ちゃんですし。さあ、まあ、長い、CH からね、まあ、スタートしてはいますけど、うん。もうじきかな。いつも長いんだけどね。うん。さあ、もうそろそろのはず。はい。じゃあやっていきましょう。こちらが、先行ですね。うん。まあ、ランダムなんで。さあ、やっていきましょう。さあ、まあ、エラーの神様。嫁様のエラーを、誘っていきます。では、7玉で強振。お願いします。まず1回目なんで、オペレーションコストは回復していき。の、さあ、カットインが入ってからの、どうだ？入ったー！先制ツーランショットですね。素晴らしい。いや、さすが7玉ですね。では、翼ちゃんはまあそのままですね。まあ序盤の方はね、まあ攻守ともに、まあそのままっていうことが多いですが、まあこれアメリアちゃんなので、まあ引っ張りを使っていきます。最低でも3回ぐらいはね、まあ使っていかないといけないです。さあ、アメリアちゃんが掴んで、3アウト、2アウトですね。うん。では、ミオちゃんですね。ミート重視を使いのオペレーションコストは、まだ回復しない。初回は。はい、では、まあ、2点、先制しましたが、それだけですね。うん。では、行きましょう。そのまんま行くしかないので。で、アウト、アウト。で、相良さんはアウトですね。さあ、3アウト、3者凡退ですね。立ち上がりはさ、バッチリ。では、まあ、ここら辺は、まあ、そのまま行きの、まあ、近藤ちゃんのところで CH 使います。うん。全体バフ入れつつ、まあ、次全身守備使えば、ノーコストで、使えますよって感じ。では、全身守備使っていって、で、ノーコストで、使いの、どうでしょうか。さあ、本庄さんのツーベースを、打たれていきます。さあ、今回で、そしてアミリアちゃんでしょ。まあ、やばいですけど、まだ何もできないので、うん、どうしようもないですが、さあ、ツーランショット、さあ、向こうの、まあ、2周目のアミリアちゃんですね。素晴らしいですね。
うん、やっぱね敵にしても強いんだよねアメリアちゃんはね。さあ嫁様はアウトで凡退 C の、塚原ちゃんツーベース、うん、塚原ちゃんもね、まあ、使ってなんですけどね、うん、以前さあ野崎ちゃんのホームラン飛び出して4対2で、勝ち越します。うん、さあ、キリーちゃんはどうでしょう。キリーちゃんを抑えたい。さあ、で、キャッチャーの、千代ちゃんですね。うん、さあアウト、うん、まあ、あの勝ち越されましたが、まあ、いい感じにの、まあ、試合展開ですよね。うん、さあ相良さんはアウトで、でひふみんは安定のエラーですね。また嫁様のとこ行った引っ張ってるよね。では、まあ、7玉の2回目の強振で、オペレーションコストを回復していきますよ、というところで、またカットインが入って、先ほどのような展開になるか、同点ツーランショット。はずさ、初回と全く同じですね。向こうはアメリアちゃんで返していって、で、こちらは7玉で返していくというような感じですね。うん。さすが強打者同士の戦い。さあ、こちらのうちのアメリアちゃんどうでしょう。先ほどはアメリアちゃんに掴まれてアウトになった、なりましたが、どうでしょうか。さあカットインが入った。これはあのホームラン確定でございます。さあ勝ち越しに成功します。さあ向こうのアメリアちゃんで勝ち越しに成功されて、でこちらのアメリアちゃんもね勝ち越しの、打を 打つことに成功してますね。うん、ではミドちゃんの、ミドジューシー、まあ、使わない理由がない、まあ使いやすい CH ですが、センター掴んで、3アウト。さあさあさあ、まあ5対4で勝ってはいますが、まあ2回の先ほどの回と同じような感じで来られるとやばい。まあまだとりあえずはそのまま行きましょう。うん、まあ序盤、さあまたツーベースを、まあ許します。先頭打者ね。さあホームランで相良さん、珍しい相良さんがホームラン。さあ先ほど、ツーベース打たれていた、本庄さんですね。さあどうでしょうか。さあアウト、うん、これはいい。さあ先ほども、ホームラン打ってる、アメリアちゃんですね。さあどうでしょう、今回はどうでしょうか、というところで、ギャン対方向へ、ホームラン、スタンドへぶち込みます。さあ5対7、2点差に、広げられますね。さあ嫁様はどうでしょうか、というところでショートゴロ。では、塚原ちゃんですね。塚原ちゃんはホームラン、ソロホームラン。さあ点差をこの回ね、またあの重ねていきますね。さあですが、また4点取られて8対5、3点差ですね。うん、でここは何もしようがないのでそのまんま行きましょうぜ、というところで奈良ちゃんの1回目の、デバフ、発動してきます。まあ運が良ければ高確率でホームラン。さあどうでしょうか。 OK、 ホームラン打って、2点差です。では近藤ちゃんの強振を入れていきの、全体バフ入れていきます。で相良さんはそのまま行くしかないですが、ファーストゴロ、本庄さん取って3アウト、では、ここはね、まあ、前進守備ですよね。実質タダで使いつつ次の攻撃の回、ムードメータープラス3で、スタートしますよ、というところで、でアウト、アウトです。さあ、意外とあでもまだ、ヒット打ってるのか。でもツーベース打った、アンジュちゃんは3ベースヒット。さあ長打がね、あの出てきますね。で相良さんはヒットで、またタイムリーですね。意外と向こうの相良さんだとね打つよね。まあタグ持ってるってのもありますが、さあ、3アウト、ただまた、タイムリー許してるんでまた3点差ですね。まあ3点差2点差行ったり来たり。さあ今度はヒットで出塁、エラーじゃないく珍しく。では7玉3回目ですね。で3回目以降は、味方補給率が、次の回アップするっていう、効果ですね。さあここで、ノーアウトランナー、1、3塁ですね。さあ、翼ちゃん流し打ち、まあ余裕あるんで、まあ流し打ち行きましょう。で新田ちゃんの補正が入りの、実質タダで、使えますよ、という感じですが、どうでしょうか。さあフォアボールで出塁 C の、さあ来ました。満塁だとね、満塁でアメリアちゃんで引っ張り使えばね、まあ高確率でね、まあ打てるんで、うん、ホームランになるんでね。さあ、まあ、これはもう引っ張りでしょう。うん。さあ、左バッターボックスに入って、アメリアちゃん、どんどんマフが、追加していきの、まあ、満塁だとね、で、相手の、投手もね、まあ、デバフがかかるので、デバフじゃない、スキルが確か剥がれるような気がした。はい、では、当然引っ張りです。これはもうね、間違いないでしょう。うん。さあ、満塁ホームランで一気に逆転します。満塁ホームランなら逆転しますが、さあ、ライトに飛んでいって逆転満塁ホームラン。
さあうまいことねルイが溜まってくれたんで、まあ、それが運が良かったって感じです。さあ1点差に、で勝っている感じですが、まあまだね、相手のねちょっと打線の感じを見るとまだわかんないんですからね。うん。さあ嫁様はまあオペレーションコスト満タンではありますが、そのまま行きましょう。まだノーアウトですから。さあホームランです。嫁様がツーランショット素晴らしい。ではまあここもそのまま行きます。でアウトで、で近藤ちゃんはもちろん強振を入れていきます。さあね、相手なかなかね、でも相手もなかなか打ってくるので、まあなかなか気は抜けない感じではありますね。うん。でアウトで、でひふみんですね。さあひふみんはエラーですね。これがひふみんですよ。ではまあさっき打ったよね、打ったっけか、まあいいや、ま、もう一回強振使おう。まあオペレーションコスト余裕があるんでね、うん、いいでしょう。さあ今度はレフト、塚原ちゃん掴んで3アウト。さあ13対9、逆転に成功していますが、まだまだ手抜けないっていう感じで、まあやることはきっちりやっていきましょう。で近藤ちゃんの前進守備ですが、アメリアちゃん、ライト前ヒットですね。うん。さあでもね、ホームランじゃないだけまだマシって感じです。さあ盗塁失敗ナイス近藤ちゃん、刺していきます。では、まずワンアウト取って、で、嫁様、相手の嫁様当たってないですね。そんなにね。ですが、ファーストゴールですね。うん。オッケーオッケー。で、塚原ちゃんは当たってますね。当たってるんだよな。当たってるんですよね。まあ、でもそのまま行きましょう。で、アウト、オッケーオッケーオッケー。さあ、ここの回、まあ、初回と、初回ぶりの0点で抑えるって感じです。では、まあ、翼ちゃんはそのまま行きます。で、そのまま行って、やっぱりね、スキル剥がれたのがいいよね。うん、アメリアちゃんで。満塁の時のアメリアちゃんってめちゃめちゃ強いんでね。さあ、アメリアちゃん、先ほど満塁ホームランを打っているアメリアちゃんはどうでしょう？ツーベースヒット。また長打ですね。では、ミオちゃんでミード重視です。さあ、これで、どうでしょうか？さあ、カットインが入ってタイムリー確定ですね、これ。はい、タイムリーヒット1点かな。はい、1点だけですね。では、嫁様はどうしよっかな。でもランナー二人いるし、さっき打ってるし、もう思いっきり振ってもらいましょう。フルスイングしてもらいましょう。強振、お願いします。うん。どうでしょうか。さあ、カットインが入っていく。さあ、ホームランならスリーランです。スリーランショット !OK! で、17対9。まあ、なんとかね、なぜか爆発するっていう。はい。で、フォアボールで出塁。で、もちろん近藤ちゃんの、強振は入れていきます。じゃあ強振入れてアウト、レフト掴んで、ワンアウトですね。で相良さんはダブルプレーやらかすはい。では、もう当然前進守備です。前進守備でまあね、先ほどは0点に抑えましたが、ホームラン、ソロホームラン野崎ちゃんが打っていきます。でキリちゃんは、ゴロでアウトになりつの、千代さんもですね。でアンジュちゃん結構当たってるね。まあ3打数2安打。さあどうでしょうか。でフォアボールで出塁、恐れましたね。で相良さんも打ってる、ホームランとタイムリーいずれもね、打点上げてますね。さあ盗塁失敗さして、チェンジ素晴らしい。ではひふみは安定のエラーですね。で7球の強振、使っていきます。さあカットインが入ります。これは、またツーランショットかな。 OK ツーランホームラン。さあ、まあね、こういう、まあ、一応9点差ありますが、相手の打線もね、なかなか強いので、まあ、ちょっと手抜けないですね。で、アメリアちゃん当然引っ張り。さあ、まあね、ランナーいないんで、ソロホームランですかね。あー、ライト前ヒット。ホームランがなかなか今回出ないね、アメリアちゃんね。さあ、ミート重視の、どうでしょうか。フォアボールで出塁。で、嫁様またね、そうですね、じゃあ、じゃあ強化、まあ、結構余ってるんで強化戦術の強振使ってみるか。うん。さあどうでしょうか。強化戦術の強振です。それで先ほどツーランショットを打ったのがまた打てるのかどうか。あータイムリーツーベース素晴らしい。さあまた10点差に、差を広げていきますよと。でエラーで、さらに得点も追加していきます。で当然近藤ちゃんは強振ですね。強振を入れていきの、アウト。んで、相良さんはアウトかな。うん。アウトですね。また、サードフライでアウト。で、こちらは相良さん、先ほどの続きです。先ほどはね、刺したんですが、さあ、怒りのホームランですね。
先ほど刺されてね、打席が途中で終わっちゃったんで、うん。では、本庄さんですね。本庄さんは、最初の打席のみですね。さあ、どうでしょうか。で、アウト。で、アメリアちゃんは、めちゃめちゃ当たってる。アメリアちゃんは敵でも味方でも強いからね。で、アウト。うん、アウト。さあ、ここに来て、なかなか打ててない感じかな。うん。まあ、でも、点はね、ちゃんと取っていくよって感じで。で、エラーで、7球は当然強振です。強振で、まあ、味方補給率もアップしてくれますが、また、カットインが入っていきます。さあ、どうでしょう。ツーランショット。今日めちゃめちゃ当たってますね。うん。で、アウトで、で、アメリアちゃんは当然引っ張りです。引っ張っていきの、まだホームランがあんまないかな。で、さあ、ソロホームランですかね。うん。さあ、久々のホームランが出ましたね。アメリアちゃんの。さあ、ミオちゃんのミート重視で、セカンドゴロですね。で、嫁様は、まあ、なんか、三打席目以降当たってるよね。じゃあ、フルスイングさしとくか。うん。フルスイング嫁様だとね、なんかいいんだよね。さあ、またタイム、これは、ソロホームランかな。さあ、めちゃめちゃ当たってますね、嫁様ね。うん。なかなかないんですけどね、こういうの。さあ、デバフが入ります。8回に入ったので、デバフが入ります。で、これはもう確定、ほぼ確定ホームランかな。うん。OK。さあ、で、近藤ちゃんの強振を、当然入れていきます。最後まで何が起こるかわからないんでね。うん。まあ、気を抜かずにやっていきますよ。はい。で、アウトで、で、前進守備ね。今忘れちゃったけど。で、そのまま、1位の三振で、三者凡退ですね。うん。さあ、久々の三者凡退。んで、こちらは最後の攻撃になりますね。で、アウトで、で、ひふみは安定のエラー。で、7球はもちろん強振を入れておきます。さあ、強振入れて、補給率もアップします。次の回、次の回って裏で。で、つばさちゃん、まあでもね、オペレーションコスト残しておきたいので、そのまま行きたいですね。で、最後引っ張り入れておきましょう。アミレちゃんですね。うん。さあどうでしょうか。さあカットインが入ってタイムリーは確定です。さあスリーランショットですね。もうおそらく最後の、ホームランかな、これが。まあ嫁様がに回ってくればどうなるか分かりませんが、さあヒットで、ランナーいる状態で嫁様ですって。じゃあ強振いきましょう。今日強振にするとなんか当たってるんだよね。こうほらまた入った。強振、今日フルスイング嫁様すごいね今日。フルスイングさせるとなんかすげえ打つんだけど。はい、で、ヒットで。で、近藤ちゃんは当然、強振入れておきます。うん。最後まで、攻めましょう。うん。で、三振でアウトで、で、当然前進守備。一応入れておきます。一応味方補給率アップしてくれるんで、うん。まあ、もう攻撃はないですが。で、まあ、この辺はもうどうしようかね。じゃあ、そのまま行きます。で、そのまま1位の最後、相良さんか。相良さんは当たってるんだよね。そのまま行くしかない。あ、ホームラン、そう。相良さんすごいね。スラッガーって感じの人じゃないんですけどね。さあ、本庄さんは、当たってないですが、怒りのホームランがあるかもしれない。じゃあ最後はね、まあ、うちの二押しなので、もう全力投球、思いっきり、投げましょう。さあどうでしょう。アウト、サードゴロ、嫁様掴んで、スリーアウト、ゲームセット。まあ、31対12。まあ、序盤の方がね、まあ、結構、やばかったんですが、まあ、良かったかなっていうところ、それでも、点を取り続けることができて。で、アメリアちゃんと嫁様がね、すごいね、9打点、9打点ですね。こんな感じ、嫁様普段、打たないんですけど、うん、今日なんかすげえ打ったよね。はい、で、まあ、相手の方はというと、まあそうですね、序盤の方ね、うちは打てなくて、で、相手の方、方の方が、まあ打っていたっていうね、まあ印象ですかね。うん。まあ後半の方も、まあ打ってはいたものの、ちょっとソロホームランでしか、点が取れていないっていうところで、まあまあランナー溜めてればね、まあ溜まってれば、まあどうだったかなっていうね、まあ印象はありますが、うん。
まあそれでまあ後半の方っていうか、まあ後半、試合終盤の方でね、まあちょっと得点力が失速したっていう、印象ですかね。うん。まあこれ後半前、序盤同様ね、終盤の方でも点を取っていたらちょっとどうなっていたか、わからないよっていう感じですが、まあ相良さんがすげえ打ってるイメージですね。これ見るとね、こんなスラッガーって感じじゃないんですが、2345、5打点の、まあ、5打点だから一番最多打点ですね。うん、うちの相良さんも見習ってもらいたいね。はい、まあそんな感じで、まあやりましたけど、まあまたね、次回、続きの方をね、やっていこうかなというふうに思います。多分もう半分ぐらい差し掛かってんのかな、わかんないですけど、うん、まあ引き続きね、またやっていこうかなというふうに思います。はい、ということで、今日こんな感じで締めたいと思います。バイバイ。